目的地が分かりました。名前がですね、スパワールドになります。スパワールド。ここから、11分です。ここから11分。11分で到着ということで、ありがたい。いざ参らん。いやー、疲れたね。疲れました。だいぶ疲れたよ。またスパワールド行けば、スパワールドでまたなんか癒されれば、まただいぶ復帰すると思います。だいぶね、いろんな温泉あって、いろんなのがあるらしいんで、僕行ったことないですよね、スパワールド。初体験です、スパワールド。そっち行ける？ありがたい。クレジットカード OK でした。ありがたいね。駐車料金安いんですよね、大阪は。わりかし、まあ今1日というかね、結構まあ止めて1800円でした。この前広島行った時に7000円ぐらいでしたからね、2日で。あのね、なんかあるんですよね、駐車場って、その最大料金いくらまでみたいな。ここはまあ24時間はダメだけど、まあ最大1800円かな。ここいいですよ、本当に。駐車場もあるし。国道423号線を左方向へ。オッケー。駐車場もありの。セミナールーム綺麗だし。近くにスパあるし。最高ですね。最高でございます。ここ右か。経路へ進め、国道423号線を左方向へ。350m まっすぐ先、このまま新美堂筋を進め。このまままっすぐらしいです。はい、このまままっすぐですね。はい、ということで、おそらくですね、着いたらすぐライブ放送ですね。頑張りまーす。